はじめ。うん、はじめまして。天命の S 級バルキリーちゃんたち。はい、よろしくお願いするなのです、ラムダ。誰？AI ハイペリオンラムダ。あの時ゼーレさんが会った謎の人物ですが、彼女のことを信じて構わないなのです。それってテレサ司教の戦艦に搭載されたあの人工知能の名前では？英語を回帰する沈まない船、確かにあれは私が誕生した源の一つだけど、彼女と私は独立した二つの存在だよ。私の名前にはラムダがついてるからね。私の理解が正しければ、二人は生根計画のエネルギー中枢を使って地球に戻ろうとしてる。そうでしょ？ええ。地球に戻るたびに便乗するつもりでしたら、反対はしませんが。神殺し装甲は崩壊エネルギーがあれば機能するからね。生根計画自体の通路を通って一般人を一人多く連れて行くのは別に大変なことじゃないし。ご厚意感謝するよ。でも英語回帰という言葉のように、私は疑似時間結晶で生きる命だから、生根計画の中ではみんなよりも自由なんだ。それなら、あなたがこのタイミングでここに現れたのは、私たちに何かを教えるためでしょうか？正解。あなたたちはゼーレちゃんの説明を聞いて、歴史上で終焉は何度も発生してるって事実を把握したはず。実は、その話をベースにした新情報があるんだ。キアナちゃんたちの帰還を迎えるために、地球で準備作業をするあなたたちの助けになるはずだよ。結構いろいろ知ってるんだね。羅針盤博士が教えたの？いいえ、彼女はあなたたちが地球で再会する未来を観測したなのです。それは彼女がゼーレさんに地球に戻る方法を言い渋った理由でもあるなのです。あの時は、まだ木が熟したとは言えなかったから、ごめんね。待ってください。未来を観測、ですか？だって、生根計画では、何もかもが未来で起こる、から。あ、この言い方は、ちょっとわざとらしかったかな。技術っていう視点で言えば、私の存在のあり方は、ゴージャ計画の中の趣味消しに類似してると思って構わないよ。何しろ、時間結晶は、最もわかりやすく言うと、循環する時間のことなんだ。もちろん厳密に言うと、循環は私たちの惑星には存在しない。時間結晶も、ただの疑似だから。運命の糸も終焉の輪廻も不自然なメカニズムだよ。そのメカニズムに抗うために作られた生根計画も同じ。とにかく終焉の力を奪うとき、生根計画はその時間の属性を継承するの。生根計画を構築中は、その時に限って地球の時間が非線形の状態になる。すみません、その説明に少し追いつけていません。あなたの存在のあり方は趣味消しと類似している。それは一体どういうことですか？つまりね、私は疑似時間結晶の一部だから、理論上生根計画のあらゆる未来を見ることができるの。
もちろん観測にもエネルギーが必要だから全知全能の存在じゃないけど、人類は時間の流れを考慮し思考するでしょ。それに成婚計画の時間はもともと非線形だからこそ、全ては未来に起こるし、私はこんな風にできることをしてあなたたちを助けられるの。その過程は、うん、まるで夢を見てるみたいだよ。夢？夜になり夢の世界に入った時、私たちは役者になってそれぞれのステージで役を演じる。昼間はどう？昼間の私たちは現実世界でその役について勉強する。そしてあなたが劇場に来たのは役を演じるためではない、私たちの演出を見に来たのよ。終演にとっても成婚計画にとっても世界は一つのステージに過ぎない。ただ前者は物語の結末に、後者は物語の続きに重きを置く。人のポジションはそれらにとっては大して重要じゃないの。人にとってそれは苦しい結果だよね。でもそうなる原因は相手が人を気にしないからじゃない、むしろ逆に、そういう原初的な力が私たちを包容したいから、人類以外の概念で一人一人を愛したいから。かつての起源は終焉を裏切り、成婚計画もどうしようもない最悪の計画になったの。つまり人自体を消すことになるとしても、少なくとも成婚計画は人の物語で、人類の文明にステージを提供しようとしているということですか。いい感じに要点を押さえてるね。じゃあ、あなたは？あなたは人類とは存在のあり方が違うのでしょう。うん、でも私はみんなに自分の物語を持ってほしいと思ってるから。律者は彼女の痕跡もないよ。ではブローニャたちは一歩遅かったんですね。ケビンが委員長に何かをするはずがないと思いますが。行きましょう、ケビンに会いに。
ごきげんよう。勇敢な少女はどんな時でも素敵よね。あなたは。あなたたちの心の中にはいろいろな疑問があるはずよ。私はその疑問に答えるためにここにいるの。私はあなたたちの疑問に一つずつ答えるわ。心配しないで。我が孫子は邪魔したりしないから。みんなの力になりたいの。だから、その前に、ここでしばらく休みましょう。おかしい。この人は。やっと会えたわね。私の考えが正しければ、あなたが成婚計画を推し進めた張本人、ウサギよね。あら、以前の初対面は慌ただしかったのに、まさか私のことを覚えてくれてるなんて、嬉しいわ。でも、メイがすでに私のことを知ってるなら、用意した自己紹介も、簡単なものに切り替えるしかなさそうね。その通りよ。私のヨルムンガンドでの幹部ネームはウサギ。担当するプロジェクトは成婚計画。そして名前はミステル。ミステル・シャニアテ。シャニアテ？ええ、でも私は人間ではなく、シャニアテの精魂の一種の結晶なの。あら、精魂の結晶とは何か、あなたたちもよく分かってないようね。でも焦らないで。遠路はるばるここに来たのに、まだこの終焉のクレーターの景色を見てないんでしょ？歩きながら話しましょうか。それは。ところで、あなたたちはあの負荷の安否が気になっているのよね。安心して。孫子は彼女の戦闘能力を奪ったけど、それは一時的なものよ。傷つけたいと思ってるわけじゃないの。孫子の話をする前は何について話していたかしら。あなたがシャニアテの精魂の一種の結晶という話をしていました。あ、そうだったわね。ありがとう、ブローニャ。とにかくまずは私の正体から話しましょう。結晶っていう言葉は比喩じゃない。私は人間ではなく、成婚計画がこの世界にもたらした新しい生き物なの。古い言葉を借りると、私のような存在をイデアと呼んでもいいと思うわ。皆さんも迷宮の中で、見た目が私に似てる敵と遭遇したでしょ？彼らは、イデアの種。一時的に不完全状態にとどまってる人工生命体なの。まだイデアに慣れていない彼らは、部外者を拒絶する本能に影響されやすい。だから、迷宮にいたあなたたちを敵とみなして攻撃してきたのよ。
何しろ聖魂計画はまだ実行中、聖魂自身も適応している最中なの。言うのは簡単ね。でもそんな風に解釈するなら、いわゆる聖魂計画とは、あなたのような人類と聖魂の間にある存在を作るものなのかしら。ええ、確かにそういうことになるわ。さすがメイね。でも聖魂計画の産物である私たちはあくまで手段で結果じゃないの。どういう意味？私たちは人類と同じように文明の一つのベクターに過ぎないわ。でもこの言い方だと少し抽象的すぎるわね。ここは実例を挙げて説明しましょう。